はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね、ナノブロックナノゲージの N700系 新幹線です。久しぶりのナノゲージになりましたね、以前ですね、東海道新幹線に入るって言ってゼロ系新幹線作ったでしょ。そこからずいぶん経っちゃったね。はい、N700系新幹線でございます。 N700系はたまに乗るよね、静岡に行く、ね、そう、静岡行くときにたまに運が良ければ N700系乗れますね、はい。で、実はですね、かなり前にですね、作ってしまっております。作った時の映像がこちらでございます。そんなわけで、こちらが N700系 新幹線ですね。このなんて言うんだろう、先頭部分、ノーズ部分っていうのかな、新幹線も。ここね、デザインがかなり今までの新幹線とは違いました。これね、前からサクッと刺すタイプだったんだよ。そしてこちらが、以前紹介しましたゼロ系新幹線ですね、こうやって見るとやっぱ全然違うよね、E6 系新幹線、小町、こちらと比較するとこんな感じ、鼻の形やっぱ違うよね、なんかね、 N700系の方が白いからか、なんか太く見える、はい、こちらが E7 系新幹線ですね、大体のフォルムは一緒なんだよね。ではですね、早速発車してみたいんですが、今回はですね、これ以外にも実はナノブロックを作っております。それがこちらでございますね。ブルーのインコのオパーリンと黄色のインコのオパーリンです。これね、動画作ってる時の動画とか撮らなかったんですけど、すごい可愛いんで買ってみました。なんでかっていうと、うちはですね、昔インコ飼ってたんだよね。エイシン君が生まれる前にこちらの青いインコを飼ってました。ピーちゃんって安直な名前だけど、ピーちゃんっていうインコがいました。はい、それでこちらの、緑色のインコ、黄色のインコ、これ去年までうち、にいたんだよね。チーチーっていうインコがいました。残念だけど死んじゃったけどね。これはエイシン君も亡きがらを見たね、残念だったね、買いそうだったね、なのでこのインコ2羽をですね、ちょっと情景として今回置いてみたいと思いますね、ではこちらの N700系 新幹線に動力ユニットなどをつけて走らせてみましょう、はい、久しぶりにナノゲージのレールを組んでみましたね、はい、ところがですね、いつもと違うのがこちらでございます、レールマイクラフト、そう、情景をですね、いつもね、ナノブロックの情景で全く見栄えが変わんなかったので、今回はですね、レゴマインクラフトを情景にしてみました、ちょっと違うかな、って感じかな、はい、ちなみにインコの2匹はここにいますね、はい、ではエイシン君、スイッチを入れて走らせてみてください。はい、いきます。はい、来た。まず、最初はもう一回、あ、どうした、どうしちゃった、ゾンビにやられたのゾンビにやられちゃった、はい、失礼しました。ちょっとね、レールがうまくはまってなかったんだね、それで脱線してしまいました。もう一回発車してみてください。はい、今度こそ大丈夫なはず。オッケー、あー、よかった、ゾンビの横通り過ぎた。ゾンビギリギリセーフ。そうだ、この二人さ、パオとエイトに実況してるようになるんじゃない。あー、そうだね、多分、鉄とかさ、カプセルピピ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 ちゃんとチーチーかわいいね、かわいい、なんかさ、ナノゲージでも走らせたい気分だね。お、それいいね、走らせるか、はい、それではちょっと、先頭にピーちゃん、真ん中に蒸気機関車の客車、そして一番最後にチチ、これで走らせてみようか、走るかな、走るかな、でもさ、ゆっくりしないとさ、これ壊れちゃうって。そうだね、じゃあちょっとゆっくり走らせてみますよ。走った、走った、あ、揺れる揺れる、危ないな、これこれぐらいでいいのかもしれない、来た、ピーちゃんとチチ来た
当たんないかな。大丈夫大丈夫。面白い。ふみちゃん来た。お、来た。ちいちも来た。あ、いいね。復活した。いいちゃんとちいち復活した。面白い。ちょっとだけ早くしてみましたよ。おお、大丈夫大丈夫。意外と大丈夫だよ。ちいちゃんのほんのちょっと上だじゃん。おお、落ちちゃった。ちいちいだけ、あ、しかも、あー、はい、ということで今回はナノブロックナノゲージのトレインコレクション N700 系新幹線でした。